こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はこちら、バタフライナイフです。こういったものですね。しっかり刃もついてます。はい、うん、そう、うん、ここです。今から20年ぐらい前ですかね、まだそれほどナイフに対して、うん、規制がなかった時代、そうですね、なんだろう、まあ、せいぜいね、未成年の方は保護者の同伴が必要です程度の、うん、時代ですよ、うん、そう、その頃はですね、まあ、今は時効だから、まあ、時効として、ちょっと喋らせてもらいますけど、まあ、当時小学生、中学生なんかも来てですね、回し方教えてくださいよとか、新しい回し方なんか見つけたとか、中には、まあ、回せるようになったよって言って自慢しに来る子供とかですね、まあ、大人も多数いましたけど、それぐらいちょっとバタフライナイフって人気ありまして、で、ある日ですね、J 事務所の某 J 事務所の K さんという大物のアイドルですけど、そちらが主演したドラマで使われたらしいのです。うん、そう、主演のアイドル様がかっこよく使ったみたいなので、一気にこうすごくブレイクしたんです。バタフライナイフがもう問屋で取り合いになっちゃう。それで、まあ、そんぐらいブレイクしてしまうとですね、当然、うん、マスコミ報道でもよからぬ話題が、ね、ちらほらと賑わすようになるわけです。うん、まあ、学校で喧嘩でバタフライナイフがとか、学校にバタフライナイフを持ってきた小学生がいるとか、ね、そんなことでもテレビ局、新聞社がいちいちやっぱり騒ぐぐらい加熱してしまった時がありまして、でまあ、当然なのか分かんないですけど、当時、うん、こういったナイフを販売してた我々のお店なんかは、近所の小学校中学校では出入りしてはいけないお店に指定されたりですね、あとはなんだろう、おまわりさんが PTA の人たちを15人ぐらい連れてきてお店の中入ってきて、こうその PTA の人たちの猛毒をいっぱいかけられましてですね、たりとか、うん、あとは何だろうな、親御さんからの電話も多かったですね。うちの子供がナイフを買いたがっていて困るんです。あ、笑っちゃいけないですよね、だけど、うん、うん、でもまあね、よくお子さんと話してくださいとか言っても、やっぱり結局すごく不安な思いのまんまやっぱ電話してこられたんでしょう。しやっぱりね、来るたんびにその電話は1時間は切らせてもらえなかったですけど、ね、あとあれですか、 TBS の A さん女性キャスター大物からも電話かかってきましたね、うん、笑ってる場合じゃないか、うん、まあ、結局すごく言わせたがる電話ですよね。ダーティーな質問っていうんですか、そういうのもずっと30分ぐらい切らせてもらえなかったりとか、うん、まあ結局そんなこんなで楽しみにこう買い物に来てくれてたり、バタフライナイフの回し方教えてくれよって言ってたような、ね、子供たちも対しても結局こう僕の方ではごめんなと、うん、ちょっともう未成年の子にちょっとナイフ触らせることできなくなっちゃったんだよって言って、まあ謝ったりしまして、まあ、そうすればね、とぼとぼと自転車に乗って帰っていくその後ろ姿をちょっと申し訳なくてちらっと見れたか見れないかだったんですけども、すごくこう悪いことしたなっていうなんか思いがなんかあったんですね。まあその後またいろいろ事件がありまして、結局販売側としてもこうやってナイフは正しく使いましょうみたいなポスターを作ったりして、襟元正すところは正して、まあ、愛好家の皆さんなんかも結局ね、周囲への配慮っていうところでかなり
気配られてることもあるかと思うんですけど、うん、まあ、うん、そうですね、いろいろありましたねっていうお話で、まあ、ただね、こうその時はもう、うん、決してこう、なんていうんですか、近所の小学校中学校でナイフを使った事件っていうのが起きたっていう情報はちょっと僕の耳にはやっぱ入ってこなかったのはやっぱり唯一の救いだったんですけども、ただね、遺族や被害に遭われた方っていうのが一人でもやっぱいる以上、僕ら販売側またはね、皆さん愛好家の方たちもやっぱりこう襟元正すというか、何かね、しっかり直すところは直さなきゃいけないなっていうところもあったような事件でした。はい、まあ、そんなんでね、とぼとぼ帰っていったあの時の子供には本当申し訳なく思っていますが、うん、まあきっと、ね、そんなナイフへの愛好精神はたくましく育ってくれていると思います。はい、うん、結局事件を起こすのはそういった向き合って話してね、愛好し合ってるような、うん、子っていうのは結局事件を起こさないと思うんです、僕は。うん、まあ、そんなこんなで何が言いたいかというと、こちらお店に来てくれれば、ね、売りますんで、まあ、未成年の方ダメですよ今さすがに、で回し方もですね、僕がいればこのように、まあ、拙い回し方ですけど教えますんで、本当にこうですよ、こうですよ、こうですよ、分かんないですか。はい、まあ、そんなこんなでこちら結構1000円台で安いと思うんです、確か、うん、未成年の方には販売できませんけど、うん、普通に、うん、売れますんで、よかったらご来店いただいた際には見ていってくださいと、ね、以上、話すと長くなるナイフを売ってる側の闇的な話俺だって被害者だみたいなそんな話になっちゃうけど違うから、まあ、あの日の子供たちにはごめんなっていう、うん、思いを胸に今もバタフライナイフを売り続けてます。はい、という動画でした。ありがとうございました。